はい、プレボールどうもや球児です。圧巻の9月、オーペス 1.003 で、貢献度は巨人野手トップ。5年連続 UZR リーグ1位で、ついに念願のゴールデングラブ賞も、吉川直樹が頼むすぎるということでございまして。はい、今日ですね、巨人、ヤクルトに2連敗して、迎えていた中日戦。まあ、阪神がね、追い上げてきているっていうところもありまして、まあ、ここを落としてしまうと、ちょっとね、どうなってくるかわからないっていうところもありましたが、まあ、見事6対3で勝利。で、その中で一際ね、目立っていたのが、吉川直樹選手。まあ、今シーズンね、離脱なく、しっかりとチームを支えてくれておりまして、まあ、ここ最近は3番に入ることも多くなっておりまして、まあ、かなり状態がいいんですよね。で、今日も4打数3安打、ホームラン1本含む4打点と、抜群の活躍で、9月の OPS は 1.0 を超えている。まあ、このね、大事な優勝争いの時期に、状態を絶好調に持ってこれているっていうところは、まあ、本当にありがたいところでございます。で、さらにね、今シーズン UZR も、またリーグ1位っていうところもありますんで、まあ、このままいけばね、ついに念願のゴールデングラブ賞っていうところも、濃厚じゃないかとも言われておりますんで、まあ、その辺含めていろいろお話していきたいと思います。では、まず今日の記事から見ていきましょう。はい。巨人吉川が3安打4打点で連敗止める。巨人は同点の6回に岡本和真内野手が勝ち越しの23号ソロを放つと、吉川直樹内野手が3回に4号ソロを放つなど、3安打4打点の活躍でチームの連敗を止めた。試合は中4日で先発した菅野が6回に石川昂弥から一発を浴び、1点差に詰め寄られると、さらにピンチを招き降板。2番手の高梨もタイムリーを浴び、3対3の同点に追いつかれた。それでもその裏の攻撃で、先頭の岡本が藤島の高みを浮いたスプリットを捉え、左翼席上段へ特大アーチを放ち、勝ち越しに成功。さらに7回には吉川が2アウト、1、2塁から、中堅フェンス直撃の2点3塁打を放ち突き放した。ヒーローの吉川は7回の打席についてピッチャー陣が本当に頑張ってくれたので、丸さんと声が塁に出て何とかしたいという気持ちで打席に立ちました。最高の結果になってよかったと思いますと振り返り、負けられない試合がずっと続いていますし、勝つことだけを考えてグラウンドに立っています。ファンの皆さんの声援が本当に力になりますので、今後とも熱い声援の方よろしくお願いしますとファンに呼びかけたということになっております。はい、というわけで、まあ今日巨人、まあ中盤まで点を取って取られてというところでございましたが、まあただね、岡本選手や吉川選手のホームランやタイムリーで最終的に6点、まあ中日をね下して連敗ストップというところになっておりました。まあなかなかね打てないっていうところが続いてはおりましたし、まあこのままね3連敗してしまうとまたこうズルズルいってしまうんじゃないかっていう不安もありました。で、阪神もね今日勝っていたっていうところもあったんで、まあなんとか勝ちたいというところでありましたが、まあ見事ね勝利というところになっておりました。で、その中でひときわ際立っていたのが吉川直樹選手。まあ9月非常に絶好調っていうところもありますんで、まあ本当にねチームのためになってくれておりますが、まあでは改めてどういう選手かっていうところを振り返っていきましょう。はい、吉川直樹選手、プロ8年目。出身地は岐阜、1995年2月8日まで29歳。177センチ、78キロ、ポジションはセカンド、右投げ、左打ち。2016年ドラフト1位指名の選手。今季の年俸は9000万円。1年目は怪我もあり、出場機会は増えませんでしたが、2年目に開幕スタメンに抜擢。好調がついて、レギュラーを攻めかけるも、走塁時の骨折へ離脱。翌年も4つで、わずか11試合の勝と、なかなか結果を残せませんでしたが、20年に初の規定に到達。その翌年は怪我で規定を逃しましたが、22年は132試合に勝し、2度目の規定にも到達。さらに昨シーズンも前年同様、132試合に勝と、完全にセカンドのレギュラーに定着となっていたということでございます。はい、この吉川選手、ドラフト1位指名された選手でございまして、まあ大卒の即戦力ショートとして入ってきておりました。まあただ怪我もあってね、なかなかレギュラーっていうのをつかめなかったんですが、まあただ2020年、セカンドで初の規定に到達。そっからね、怪我っていうところもちょこちょこあったんですが、もうしっかりとセカンドのレギュラーに定着しております。で、成績見ていくと、昨年までは592試合で2割7分、1973打数で532安打、31ホーマーで OPS 0.697。まあ吉川選手といえばね、めちゃくちゃこう守備がうまいというところではあるんですが、まあただそれだけではなくね、打率も2割7分打っておりますし、まあ、オーベースもねほぼ 0.7 台としっかりと打っているっていうところもありましたので、攻守ともにこうレベルの高いねプレイヤーとなっております。で、昨年もね132試合で2割5分6厘、430打数で143安打7ホーマー、オーベース 0.676 と、まあちょっと昨年はね率が低くなっておりましたが、まあそれでも安定して打っておりまして、で守備力っていうのも抜群、もう本当にこう頼もしい存在ではあったんですよね。で、そういった中で今シーズンオープン戦では16試合2割4分4厘で41打数で10安打、1ホーマーでオペスレテン709と、まあ今シーズンもしっかりと調整っていうのをしておりまして、まあ当然今季も開幕2塁手、まあ不動のセカンドとして始まっていたわけでございましたが、まあではそんな吉川選手をここまでの成績あってところで見ていきましょう。はい。では、今シーズンの成績見ていきましょう。吉川選手、今季打撃成績見ていくと、3月4月は97打数で24安打、打率2割4分7厘、オーベス 0.630 と、まあ、開幕直後はね、抜群の成績っていうわけではなかったんですが、まあ、それでも、そこそこね、打っておりましたし、まあ、打点の今シーズン、あまりね、みんな打てていなかったっていうところで、まあ、そこまで変な目立ち方はしていなかったかなと。で、5月に入ると、状態が上向いてきておりまして、96打数で30安打、1ホーマー、打率3割1分3厘、オーベス 0.756 と、まあ、5月はね、打率も3割を超えて、好調。オーベ
も 0.7 台としっかりと結果が出てきておりました。まあ、ただね、6月は8位ジャスで19安打1ホーマー、打率2割3分5厘でオーベス 0.649 と、まあ、6月はね、少しまた低上期に入っておりまして、まあ、ちょっとね、状態を落ちておりました。まあ、それでも7月は78ジャスで23安打1ホーマー、打率2割9分5厘でオーベス 0.715 と、まあ、7月に入ると打率はね、3割近く上げてきておりましたし、またオーベス 0.7 台と、まあ、好調な月と不調な月がね、交互にっていうところでございました。で、8月は88ジャスで22安打0ホーマー、打率2割5分でオーベス 0.607 と、まあ、順番的にね、8月は不調の月っていうところでありましたが、まあ、打率は2割5分で、で、長打がね、ほとんどなかったっていうところもあったんで、オーベスは 0.6 台ギリギリ、まあ、絶不調っていうわけではなかったんですが、まあ、あまりね、目立ってはいなかったのかなというところでございます。まあ、ただですね、それでも9月に入って51打数21安打1ホーマー、打率が4割1分2厘で、オーベス 1.003 と、まあ、9月はね、まあ、3番にね、まだ入ってくるっていうところもありまして、しっかりと結果がついてきております。まあ、今日のね、4打数3安打入れて、打率は4割。で、さらに、ホームランもあったっていうところでございますんで、長打率もぐっと上がって、オーベスは 1.0 を超えているというところでございます。まあ、このね、大事な優勝争いの時期に、調子のピークをね、持ってこれているっていうところは素晴らしいですし、まあ、体力面に心配をされていたね、吉川選手でございますんで、まあ、それを考えるとね、もう本当によくやってくれているなというここまででございます。で、計見ていくと、491打数で、139安打4ホーマー、打率2割8分3厘、オーベス 0.705 と、まあ、今シーズンもね、既に規定打席に到達。打率も2割8分台でございますし、オーベスも 0.7 台。まあ、打点の今シーズンからすればね、まあ、ほんと十分すぎる成績かなというところでございますし、まあ、さらにですね、当然守備も抜群です。UZR も、まあ、ちょっと疲れが落ちてはきているんですが、まあ、今現在リーグ1位というところになっております。で、まあ、これだけ打てて、UZR も1位っていうところでありますんで、まあ、巨人の野手の王、貢献度で言うと、彼が1番ということになっております。まあ、やっぱそこまでね、爆発的に打撃成績残しているわけではないんで、長打打つ選手の陰に隠れがちはあるんですが、まあ、やはりこれだけ打てて、この守備っていうところを考えれば、貢献度はね、めちゃくちゃ高いですし、まあ、1位になるのも納得かなというふうに思います。まあ、ピッチャーはね、やはりこう、菅野選手が、もしね、優勝した場合は、MVP 確実じゃないかというところが言われておりますが、まあ、野手だと誰になるかっていうところで言うと、まあ、実はね、彼じゃないかなというところはありますし、まあ、指標で言うとね、抜けてるなというところでございますんで、まあ、今ね、巨人が首位にいる要因の一つに間違いなくなっているんじゃないかなというふうに思いますが、で、まあ、そういうね、大事な時期に状態を上げてきてくれている吉川選手。で、一方ですね、気になるのが、今シーズンの GG 争いというところでございます。まあ、やはりね、こう、ゴールデングラブ賞、吉川選手、ご守備の名手っていうところもありますんで、取りたい賞ではありますが、その辺のところをね、お話していきましょう。はい。では、GG 争いというところでお話していきましょう。まずね、ゴールデングラブ賞。吉川選手がレギュラーを取った20年からね、投票を見ていきますと、まあ20年は1位、菊池選手283票で、吉川選手は8票ということになっておりまして、もう圧倒的大差で菊池選手でございました。で、2021年、ここでも菊池選手が173票で、山田選手が81票で、まあ前年ほどね、圧倒的ではありませんでしたが、まあただ、それでも菊池選手が1位。吉川選手はね、前年の8票から35票と票を伸ばしておりましたが、まあそれでもね、まだまだ GG っていうのは遠かった。で、2022年、ここもね、菊池選手が114票。まあ前年と比べるとだいぶ票数は減っておりましたが、未だ1位。で、山田選手が87票。吉川選手が71票と、まあ山田選手はそこまで変わっておりませんでしたが、吉川選手がぐんとね、票数を伸ばしたシーズンでございました。で、そして2023年、まあいよいよね、取れるんじゃないかっていうふうに言われていた中で、まあただ去年は中野選手が110票、菊池選手が107票と、まあ阪神が優勝したこともあって、中野選手が1位、吉川選手は70票と、前年とね、ほとんど変わらないというところでありました。まあなんで、こうやって見ていくと、吉川選手、レギュラーを取っていた20年から、この昨年までの4シーズン、いずれの年もですね、実は UZR はセリーグ1位の数字でございました。まあただ、ことごとく、ゴールデングラブ賞受賞を逃してきたという過去があります。まあやはりね、こう、ゴールデングラブ賞発表されるたびに、いやいや、この人の方がっていうところはね、いろんなポジションで言われがちでありますが、まあ吉川選手に関してはね、もう本当にずっと言われていた選手でございましたし、まあ当然ね、菊池選手、長野選手らも優秀な選手でありますが、まあ吉川選手に取らせてあげたいなというところはね、巨人ファン以外の方からもいろいろ言われていたところでございました。で、そういった中で、今シーズンはですね、先ほども言った通り、UZR1 位。で、このままいけばですね、5年連続で UZR1 位というところになるわけでございます。まあそうなってくると、今シーズンに関しては優勝もね、可能性あるというところでございますんで、まあついに5年間のゴールデングラブ賞獲得の可能性もあるんじゃないかなというところではございますんで、まあまだね、この辺はどうなるかわかんないところでもありますし、まあ優勝してもね、記者投票というところもあるんで、難しい話ではあるんですが、まあでもやっぱね、今までで一番取れる年なのかなというふうに思いますんで、まあいよいよね、受賞なるかというのも注目でございますが、はい、というわけで今日は以上でございます。最後ね、ネットで何度見て終わりましょう。
はい、じゃあネットでの反応を見ていきましょう。怪我をせず、させられず、終盤まで生き残った世界戦の吉川の怪我が見れて嬉しいということで、そうですね、やはりこう吉川選手で言うと、まあ、入団してからなかなかねこう怪我が多かったっていうところもありまして、まあ、レギュラーにね完全に定着するっていうところも4年目からというところでありました。まあ、それ以降もねちょこちょこ怪我っていうところはあったんですが、まあただね今シーズンは本当に離脱なく頑張ってくれているかなというところでございます。まあといっても2022年も23年も離脱っていうのはありつつ、それぞれ132試合で規定にもね立っていたっていうところもあるんで、まあちょっと前からもう我々が思っているほど怪我っていうのは多くはない吉川選手でございます。まあただねそういう中で今シーズンに関してはここまでしっかりとこう全試合に出てくれているというところでございますし、まああと2試合でね自己最多の132試合っていうのも超えてくるというところでございます。でさらにそういう中で調子のピークをねこの優勝争いの大事な大事な時期に持ってこれているというところでございますんで、まあ本当にね願ったり叶ったりというか、まあこれが巨人ファンが見たかった吉川尚輝選手の姿かなというふうに思います。まあやはりこうポテンシャルの高さっていうところはもともと言われていたところでありますし、まあ、もっともっとね活躍してほしいというところはかねてから言われていた選手でございますが、まあでもねその怪我とか体力面の不安っていうところも解消されつつ、打点の今シーズンでここまでキャリアハイペースで頑張ってくれているというところであれば、もうこう文句はないんじゃないかなというところでございますし、まあこれで本当にね優勝すれば、まあぐっとね吉川選手の格っていうのも上がってくるんじゃないかなというふうには思いますんで、こう最後の最後までこう引っ張っていてほしい存在かなというふうに思いますし、まあここからで、ね、長い間こういった活躍をね続けてほしい選手かなというふうに思いますが、一方でこちら見ていきましょう。これはゴールデングラブ賞の吉川尚輝、絶対 GG 取れなきゃおかしいということで、はい。でまあ先ほどもお話しいたしましたが、まあ、吉川選手ね今まで一度もゴールデングラブ賞を取れたことはありません。まあレギュラーを取ってからの指標で言ってもね UZR は今年含め5年連続1位、まあただやっぱねずっとこう菊池選手がセリーガーを取っていたっていうところもありましたし、まあそれが終わった去年も阪神の中野選手が受賞、まあいずれも指標は吉川選手の方が高かったんですが、まあただゴールデングラブ賞に関してはねそれだけではありませんし、まあさらにね打撃の方の評価も、まあ、ちょっとされてくるよっていうところもありますんで、まあなかなか指標通りにはいかないっていうところがねどのポジションもある賞でございますが、まあただね今シーズンに関しては本当にバッティングの方もここに来て上げてきておりますし、まあ守備の指標も相変わらずいい、まあ当然ね対抗馬っていうところもいるわけでございますが、まあでもここでね巨人が優勝すれば去年の中野選手ようにグッとね印象っていうのも良くなるとは思うので、票がね入ってくれるんじゃないかなというところでございます。まあ当然ね他の選手の可能性はあるんですが、やはりこう近年で見ても一番取れるんじゃないかなという環境でございますし、まあ正直今年取れなければですね、まあ本当にねかわいそうというか、まあいつになったら取れるんだっていうところもありますんで、ちょっとねこうゴールデングラブ賞の行方っていうところ、まあ、あとはこうベスト9の可能性もあるんじゃないかなっていうふうには思いますんで、こうダブル受賞とかもね全然あるとは思いますんで、まあどうなってくるのかなと。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。